コミュニティの持続的な持続可能な発展に向けて継続的に連携していきたい。プロジェクト名は朝日佐賀最高プロジェクト。佐賀県に本拠地を置くプロスポーツチームの試合時に、アサヒビールは鳥栖市の間伐材を使ったタンブラーでビールを販売し、その売り上げの一部を佐賀県や鳥栖市に寄付するということです。まずは来月30日と31日に行われる B リーグ佐賀バルーナーズの試合で実施され、 J リーグのサガン鳥栖や V リーグの久光スプリングスのホーム試合でも実施されます。